おはようこんにちは、まあ、そうくんです。今日はキリスト教徒が新刊の反論する動画を見ました。まあ、ちゃんとした疑問はいいけれども、私が見た動画はひどかった。もう洗脳されで自分の意見がないのか、それともわかるけどみんなを騙したいのかわかんない。では何を言ったのをご覧ください。科学にはまずデータが必要です。実験や観察によって得られたデータは客観的な証拠となります。そしてそのデータ、客観的な証拠に基づいて論理的な結論、理論を導き出す、それが科学です。つまり実験と観察に基づいたデータと論理的な結論が必要不可欠なんです。進化論はこの科学の基準を満たしているでしょうか？答えは否。進化論者の古生物学者ステファンはそれを認めてこう言いました。我々が贔屓する自然淘汰による進化論の記述は未だに擁護することができない。データがあまりにも劣っているので、我々が研究していると公言している過程自体を決して見ることができないのだ。つまりこの進化論者は進化論に対してこの理論は十分な観察もされていないし、データがあまりにも不十分すぎる、そう言っているんです。ではこのスティーファン・ジェイ・ゴームドは何者なのかを紹介したいと思います。この人はチャールズ・ダーウィンとは違って単独平行説をという別の進化の理論を提唱した人です。そう、この人は進化論を批判としているように進化論を改善しようとしている。この人が本当に進化論についてどう思う知りたいのは下にリンクが貼ってます。原文は英語なので Google 翻訳に読む日本語訳を貼っています。でも簡単に言うと進化は理論であって事実でもある。理論がどう変えてもいっそ理論がなくても進化という人間が産後かが類人猿かが自然形成という事実は変わらないのです。ちなみにこの人が引用している原文を含めてソースは全部下にリンクしているので意義があったが、まずそっちにチェックしましょう。で次いきます。化石はどうなんですか？あれこそ進化論の客観的なデータでしょ。化石については進化論者のスティーブンがこう言っています。現在知られている化石記録では主要な形態変化を遂げた系統進化の例をただの一つも証拠として提供することができない。確かにいくつかの化石を進化論というストーリーにぐわっと当てはめることはできるが、それをもって進化論を科学的と断定することは到底できない。データの上に進化論が成り立っているのではなくて、進化論という理論にいくつかのデータを断片的に当てはめているに過ぎないんだ。彼はそう言っているんです。で、この人も進化論者ですね。だから人の論理的な疑問ではなく、意見を引用したがこうなるんですよ。この人もこう言いつつ、進化論の反対はしてはいない。なぜなら系統進化がなくても簡単な生物が不利なのでわかるんですよ。別に系統進化が発生してないわけではなく、ただどうやって発生した問題です。ちなみにこの人もさっきの単独平行説を提唱している人です。あなたが引用している文もそのためです。リンゴが落ちるのを見たときにニュートンは万有引力を発見した、そんな逸話があります。つまり彼は落ちるリンゴを見るときに万有引力の法則という理論をパッと思いついたわけです。しかし理論を思いついただけではそれを科学的と呼ぶことはできません。科学的となるためにはその理論が試される必要があるんです。やってみましょうか。ここに生姜飴がありますが、これを落とします。何回やっても変わりません。このように理論は科学的に練られて証明されていくわけです。もしその理論がテストもされず実証もできないならば、それは単なる想像で終わります。証拠はないからです。それじゃあナポレオンの存在も想像ですか？テストできないかがって、例えば殺人事件が起こったとします。不幸ですけれども、でその犯人はとても慎重で証拠が一つでも残されなかった。もう警察もしょうがないことにします。
ここで誰が殺した、どうやって人を殺したというのはもう分かんない。でも理論がなくても別に人が死んではいないことにはたどり着かないじゃないですか。そうですよね、うん、同じように進化の理論が不完全だとしても別に進化の事実が起こってないまでにはならないですね、うん、人がそのまま創造された理論くらいを否定できる、まあ、レベルがあるです。そして一層化石がなくても遺伝子かが実は分かるんですよ。まあ考えてください。聖書のバージョンかが考えてください。例えばユダヤ教の聖書、キリスト教の聖書、カトリック教の聖書、モルモン教とコラン、でそれぞれの宗教や流派があるんですけれども、内容を読めば何かの継承関係があると分かるんでしょう。遺伝子もそのように読めるんです。まあもう聞いたことかもしれないけど、人間とゴリラとチンパンジーの遺伝子はその間の区別は 2% 以内です。だからもう諦めましょう。あなたはサムです。あなたの先祖も子供もサムです。私もサムです。で最後、進化論者のポールは興味深い言葉を残しています。我々の唱える進化論は可能な限りのどんな観察によっても反証することができないものとなってしまった。考え得るあらゆる観察はそれに当てはまらない。誰もそれは検証する方法を考え出すことができない。それは今や我々のほとんどが教育の一環として組み込む進化論の教義と化してしまった。データがない、理論のテストもできない。であるならばそれは科学的ではない。進化論とは科学の名を借りた信仰です。それもとびきり根拠に欠ける信仰です。これはね、ちゃんと原文を読んでますか？あなたが承諾した文の中にその人がでも必ず間違ってるわけではないって言ってるんですよ、うん、そしてその後進化の理論を諦めるのではなくその中の原則をいくつ変えようと書いている。つまりこの人もどうやって進化を改善すればいいのかのことについて言っている。そしてあなたは何の理由ですぐ隣の文も読まず、なんかその意味も3回も歪めた。何でしょうね。セブンス・デイ・アドバンチストでも別に神のために嘘をついても大丈夫な流派ではないですよね。だからちゃんとしましょう、うん、で私の意見は以上です。ご視聴ありがとうございました。